engage the enemy. Engage the enemy. The enemy.
Face me, demon! We are safe now. Engage the enemy. Hup!
そこの人、ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた楓さんね。え、サマノスケが昔手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしやあなた様は。
私も様の助と一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。楓さん、お願い、私のことはもういいから、様の助と一緒に早くここから逃げて。諦めてはいけないわ。あなたを必ず自由にします。それはどうかな。化け物。お前はここで死んでおく。雪姫様、雪姫様、雪姫様。知らせなきゃ。
そこの人。ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた、楓さんね。え？サマノスケが昔、手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしや、あなた様は。私も、サマノスケと一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。楓さん、お願い。私のことはもういいから、サマノスケと一緒に早くここから逃げて。諦めてはいけないわ。あなたを必ず自由にします。それはどうかな。化け物。お前はここで死んでおく。雪姫様、雪姫様、雪姫様。知らせなきゃ。
たな。探しましょう。
けて。
Thank you.
Thank you.
気をつけて、幻魔が中に入ったわ。
としては上出来よ。でももう間に合わない。あとわずかで暗黒儀式が始まる。まずは雪姫の見ている前で夢丸が殺される。なんだと？可愛い夢丸が目の前で殺されたら、雪姫の悲しみと絶望は極致に達する。それにより生贄の血は旨味を増し、それを飲む信長の力も強くなるという戦法。そのために来たらよせねえ。私の愛しい子供たちよ、そこにいる人間を食べておしまい。
alive. Thank you.
楓。しっかりしろ楓。ここでゆっくり休んでいるんだ。ゲンマメ。いや、そんなに驚くことはねえぜ。きた付き合っていけよ。どうだい、魔空空間ってどこに行く気はねえか。生きて帰れる保証はねえけどよ、なんでもそれなりの褒美が手に入るって話だ。どうだい。じゃあな、また来いよ。